聖天宮は中国台湾三大宗教、道教、儒教、仏教の一つ、道教のお宮です。拝観時間10時から16時、年中無休、拝観料金、大人500円、中学生250円、小学生以下無料、障害者250円です。アクセス、東武東上線若葉駅で下車し、東武バスで富谷交差点前、下車徒歩3分。駐車料金、無料。天文です。台湾では、個人が神様に願掛けし、願いが叶った際には、感謝の証として、お宮を建てる風習があるそうです。前殿です。黄色い屋根瓦と龍は、神様と皇帝の建造物にしか使われないそうです。龍の口の中、手には力の象徴である龍玉があり、天正、天文現象を動かすときに用います。龍の爪の数にも意味があり、五爪を持つ龍は五層龍として最強だそうです。一つの柱に九頭の龍が彫られています。獅子は参拝者に取り付く邪気を門前に置いて取り除く役割があります。陰陽道に基づき、オスは日が昇る陽側、メスは影側に配置されています。台湾のおみくじです。本殿に向かって合掌と礼をしてから、棒をよくかき混ぜて引きます。聖天宮の外苑、外の広い庭です。道教とは、タオ、おとき、不老長寿を究極の理想とする、中国で生まれた宗教です。老子をその祖として崇めています。道教は、神仙思想、風水、静粛、易学をはじめとする古代の思想や、信仰、神話、そして仏教をも取り込みながら発展し続けてきました。中国史上、道教は仏教、外来の宗教のライバルであり、教義の面で、また社会的、政治的な勢力として、激しい抗争を繰り広げてきました。開いている扉を閉めると、象が外を向きます。手前の乾燥した木は上香原木と言われ、香りが良く、すべてを浄化すると言われています。中央が上香原木です。アメリカカリフォルニア州の砂漠地帯等、水はけの良い乾燥した土地に自生する植物で、浄化やリラックス等の用途に使われています。右上で五香が指しているのが、道教の最高位、元始天尊、万物の成り立ちを司る神です。中庭から見た本殿です。本殿です。九龍毛一枚の岩から得られた九頭の龍、九頭龍だというので、九頭いるのか数えてみました。ちゃんといらっしゃいました。この九頭龍も一つの石から作られているそうです。台湾の石工職人の技もすごいです。
100馬だそうです。奥のガラス越しに道教における最高神格の三柱の神、三聖道祖、元始天尊、道徳天尊、霊宝天尊を祀っています。左右に控えるのは四聖大元帥です。東西南北の地上の災いを封じ守る神々です。太極天井です。建築費については非公開ですが、建材の運搬費のみでも数億円かかっているそうです。台湾の宮大工はそれぞれ専門分野が特化しており、石は石だけ、木は木だけ、金箔は金箔紙だけと全て役割分担されており、各分野で一流の大工を探して日本に招いて建立したといいます。現在も修繕作業には台湾から宮大工を呼んでいるそうです。鐘楼の中に置かれている陽光符、短冊です。短冊に抱負を明記すれば叶える勇気を授かれます。鐘楼からの景色です。古代中国の伝承にある死体の随従、幸運を呼ぶ獣のことを死霊と呼びます。屋根の上の龍は司令の王龍です。中国神話では帝王である皇帝に直属していた龍です。手前の孔雀のような鳥は司令の鳳凰です。鳳凰は皇后を表彰し、皇帝つまり天使の象徴である龍に寄り添う理想の伴侶とされてきました。願い事の書かれた赤い短冊が吊るされています。古来中国では桃は魔除けの力があると言われていました。左の神様は鹿を持っていらっしゃいますが、鹿は長寿を司る寿老人、七福神の一人の神師とされています。陰の力に打ち勝つ赤いろうそく、光寿足を飛ぼすと順調と円寿を賜ると言われています。台湾では白いろうそくはお葬式の時にしか使わないそうです。古楼からの景色です。聖天宮はコスプレイヤーの聖地になっていますけど、神社なのでルールがあります。男性の女装やへそ出しはダメです。